放送席、そしてご来場のライオンズファンの皆さん、ヒーローインタビューです。今日のヒーロー、まずは1人目、ツーランホームランを含みます3安打猛打賞の活躍、山川穂高選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。さあ、まずはあの逆転ツーラン振り返っていただきたいんですけども、打席での狙いとしてはどうだったんですか？いや、もうあの来た球を、打つことしか考えてなかったんで、まあ、結果的に良かったです。外のボール球のような球だったと思うんですけども、手応え含めて入った瞬間どうだったんでしょうか？いや、超えろと思ってました、はい、手応え的にはでは超えそうかどうかというところだったんですか？どうかなと思ってました。ただ超えて大きなツーランホームランになりましたね。はい、でも今日エラーしたんで守備練習頑張ります。まあ、でも菊池投手が投げている時に本当にいいバッティングでの援護にはなりました。いや、でも優勢が投げてる時必ずエラーしてるので、優勢ももういつも苦笑いしてすごい申し訳ないです。そしたら山川さん、クライマックスシリーズではノーエラーでお願いします。はい、勝てばいいです、はい、さあ、これであとですね、ホームランもありましたけども、ツーベースとシングルヒットというところで、その後2打席打席が山川さん回ってきたんですが、ちなみにスリーベースというのは頭よぎりましたか？いや、無理です。考えてもなかったね。はい、考えてもないです、はい。ただ結果本当にチームが快勝しまして、2位が非常に近くなりました。最後にファンの皆さんにメッセージお願いいたします。次の試合で、最後なので、最後ですね、はい、最後なので、応援またよろしくお願いします。次の試合も期待しています。ありがとうございます。ありがとうございました。まずは1人目、山川穂高選手でした。さあ、続きまして2本のホームランに好リード、住谷銀次郎捕手です。おめでとうございます。ありがとうございます。まずはいきなり2回先制のソロホームランでした。手応え含めてあの一発いかがでしたか？はい、気持ちよかったです、はい。そして8回には今度はダメを押すようなツーランホームランでした。あの一発はどうだったんでしょうか？監督からも高めの球芝居で来いと言われたんで芝木に行きました。芝居た結果の手応えはどうだったんですか？そうですね、気持ちよかったです。その気持ちいい2本のホームランが飛び出しましたけども、ちなみに住谷さん、1試合2本のホームランいつ以来か覚えてらっしゃいますか？1年目ですね。ルーキーイヤー以来ですので、11年ぶり最高の形でこのイーグルス戦出ましたね。はい、良かったです、はい。チームとしても本当に負けられない試合、今日はまた菊池投手とのバッテリーでした。リード面ではどんな意識でリードされていたんですか？いや、もうとりあえずCS を所沢でやるためにも、で優勢に勝ちつけてやるためにも勝てばいいと思ってたんで、はい、必死にやりました、はい。今シーズンのその菊池投手のボールを受けていて、今シーズンの菊池投手、住谷さんからご覧になってどう映っていましたか？タペストリーにあるように覚醒したんじゃないですか、はい。クライマックスシリーズに向けても頼もしい存在ですよね。はい、ではそこに向けてファンの皆さんも大きく期待をされていると思いますので、最後にメッセージをお願いいたします。残り1試合勝って所沢で CS します。応援よろしくお願いします。明後日も期待しています。ありがとうございました。住谷銀次郎捕手でした。さあ、そしてお待たせいたしました、最後にはこの人にご登場いただきます。見事16勝目を挙げましたエース菊池雄星投手です。大歓声です。最高の試合ができました。本当に今日は負けられない相手、イーグルスとの直接対決、それも中11で迎えたマウンドだったんですけども、どんな意識でマウンドに上がったんでしょうか？まあ、銀さんも言った通り必ず CS をここでやりたいんで、その思いだけで投げました。
今日のピッチング結果8回まで投げて3失点という内容でした。ピッチング自体は振り返っていかがですか。正直しんどかったですけど、でもこういう試合を勝てたっていうのは今年1年の、成長というか、はい、だと思います。その成長というところで言いますと、あの8回ノーアウト満塁あそこを抑えた時、もう場内大歓声に包まれました。あのシーン振り返っていかがですか。まあ、ここで自滅してしまったら前の僕と一緒なんで、なんとか頑張りました。あの住谷さんが覚醒とおっしゃっていましたけども、ご自身の中では今シーズンここまで活躍できた要因というのはどういったところにあると考えていらっしゃいますか。2年目から銀さんとバッテリーを組ませてもらって、なかなか思い通りにいかない年が続いてましたけど、とにかく銀さんと一緒に成長、銀さんに成長させてもらって、今ここにいるんで、一緒にお立ち台あげられて嬉しいです。その結果、菊池さん今日勝って16勝というのは最多勝タイ、防御率と奪三振いずれもトップ、投手3部門で今はトップに立っています。まあ、去年はフォアボールの数がトップだったので成長したと思います。さあ、あとはファンの皆さんが期待しているのはクライマックスシリーズ以降のピッチングになると思います。そこに向けての意気込みも踏まえまして、最後にファンの皆さんにメッセージお願いいたします。残り1試合必ず勝ってまたここで投げたいです。応援よろしくお願いします。またここで投げる機会、そしてそのピッチング期待しています。頑張ります。ありがとうございました。菊池雄星投手でした。あの満塁の場面で自滅したら前の僕と一緒という言葉が耳に残りましたが、はい、本当に大きく成長した1年でしたね、ああいう場面を見るとね。そうですね、まあ、今年に限ってはあの前もノーアウト満塁ありました、1回ぐらい見ましたよね、はい、まあ、そういった意味で、そういうランナーを出しても本当にこう見失わずに ね、あの自分の投球ができるようになったっていうのは本当に本人も言いましたけど、成長したと思いますよ。まあ、すでにどうやら地球王のタイトルはあったようですけれども、まあ、いい意味のタイトルは今季初タイトル、十分もう手に地球に収めた格好になりました。確定とはまだ言えないんですが、16勝で東山と並んで、はい、トップタイで、どうやら最多勝になりそうです。防御率の方は 1.97 になりましたね、今日でね。最多勝もすごいですけども、その防御率にこだわってやった選手もたくさんいますよね、この2点取られないというのは本当にこうチームにとっては本当に計算できるピッチャーに成長したということですから、防御率を大事にしてほしいですよね。92年の石井武弘さん以来のライオンズとしては2点を切る防御率とピッチャーが誕生しました。そして奪三振、現段階では則本を抜いて奪三振王となっています。ただこれは217号なんですが3つ差なんで、乗ることがもう1回投げると、まあ、普通だったら抜くかなと、はい、いう感じですが、まあ、もちろん何があるか分かりませんので、まあ、最高で三冠という可能性はですね、今年は非常にいい年になったと思いますし、まあ、期待されながらドラフトで入って、遠回りは、ね、寄り道は拡散してきた選手ですけども、その寄り道がいい寄り道だったんじゃないでしょうかね。ですよね。いろんな経験をした中で、そういう経験が出たというのは今年のピッチング見てもそれを本当に感じますね。はい、いろんな経験ができて、その中からこういう新しい菊池雄星が出来上がりましたからね、まさに覚醒したエース。